日本全国を駆け抜けた灼熱の1ヶ月、みんなで作った、みんなで戦った、この夏の奇跡、アワーメモリーズオブ G1 クライマックス28。 We are survivor! We are survivor! We are survivor! 平成最後の夏は新日本プロレス旗揚げの地から始まった。今日で10歳に、そう、誕生日、そう、お誕生日でどこ行きたいって言ったら、もうプロレス見に行きたいっていう。もともともと違うのを作ってて重くて切れなくて4日で作り直したんです。昨日寝てないです。やっぱりハングマンページに買ってほしいです。一目惚れです。もうズバリイケメンが好きだと。そうですね。See, everybody knows you're good, but in the G1, good isn't good enough. I haven't beat Okada. I haven't beat Tanahashi. The G1, well, that's what we fight for.最後のあれ見ただろ。頭から
落とすだけはプロレスじゃねえんだよ。夜9時半、戦いの宴が終わり、会場にはスタッフの声だけが響く。チビ大将あればいいな。禁酒中なんで、関西に試合の前日は飲まない。荷物をトラックへ積み込み、後楽園ホールを後にする。夏はまだ始まったばかりだ。いやー、シングルマッチが5回も見れるっていうのは本当に楽しいですね。注目してる選手も、そうですね、僕たち2人、マイケル・エルガンのファンなんで、はい、ニュージャパンの1回戦の石井選手とエルガン選手が戦ったあの試合を見ちゃって、もう一気に前のやつ。そうだね、またレアなものありがとうございます。中学校2年生。3人ともプロレス好きなの？はい。誰にもらったんですか？あ、鈴木さんです。テレビで見てよる迫力があってすごいと思いました。 Tomorrow 浜松、 Next day 名古屋、 This year I decide all of them. Who do you like? Sanada.I think his wrestling is a very nice style and かっこいいね。日本で一番長岡です。もう篠田選手はもう棚橋選手ですね、今回は。はい、ぜひ復活してまたトップ取ってもらいたいと思います。吉橋さんと岡田さんって、ね、同じタイミングで凱旋したのにもかかわらずちょっと差が開いてしまいちゃったじゃないですか。そういうところも見てるんで、やっぱり今日は吉橋さん、岡田さんに勝ってほしいですね。小学校4年生、それを家族にずっと内緒にしてたって最近ちょっとカミングアウトして、全然知らなくて、存在自体も知らなくて、
聞いて初めて見せてもらって、あ、面白いなこれってみたいな感じでハマったみたいな。でめちゃくちゃハマったのが妹だし。誰が好きなんですか？ロスインゴの全員が好きです。全員好きなんだ。特に内藤とヒロムが好きです。推しはイブシコ選手です。想像もつかないことをやってくれる、ドキドキする楽しい試合をいつも見せてくれるところが魅力的だなと思います。全試合全力っていうのを忘れかけて、ICさんにちょっと気づかせてもらったというか、はい。今さらこの A 年越えてミーハーしてますんで、母が。そうです。もうお母さんはフォーリンラブですよ、彼に。こんなにね、なんかのファンになるいうことはないがですけどね。あ、そうですか。もう今さらお威楽の恋です。どの辺がお好きなんですか？どの辺？笑顔ですね。戦い方とかレスリングに対する前向きな姿勢、最高です。本当に一生懸命になった瞬間っていうのはあるのか？ないんだったら俺が教えてやる。よしよし、俺んとこ来いよ。クライマックス、はい、優勝するのは誰だ？誰だ？誰だ？注目カードは誰と誰ですか？メインのイブシさんと後藤博樹さん。地元はイブシさんがかっこいいですか？はい、かっこいい。かっこいいです優勝してまた来年戻ってきます。応援よろしくお願いします。待ってるぞ。僕が今好きなのは柴田勝頼、あと矢野徹、金敵からの丸め込みでワンツースリー、これ最高です。柴田好きで柴田勝頼を待ってますね、いつまでも。今日の注目カードはマイケル・エルガン対バトラクファレだと思います。力対力の戦いに本当に注目したいなって思う。
押しる選手は、はい、僕は石井です。断然石井です。情熱っていうかね、こう感じるものがえげつないでしょ、感化されるでしょ、これがプロレスやと思います。必ず障害があるんだよ、はあはあ、何が言ってか分かるか、おめえにとっての障害この俺だよ。私は高2です。高2、はい、学校でプロレス話します。します。どうですか周り。周りはもう全くついてこれてない状況です。でも教え込んでるんで、私が。あ、教えてるって。教え込んでます。教科書の方、うん、これは岡田選手かっこいいでしょ、勝負と。選手とか田中選手はやっぱかっこいいってのあるんですけど、自分はラグビーやってて、やっぱラグビーって泥臭い部分があると思うんですけど、石井さんはやっぱその泥臭いの象徴といいますか、そこですごい共感を得るものがあって、石井ちゃん好きですね。立ち上げてください、頑張って作ってたので。ヒロム選手にちょっと頭をねじらして考えました。こんな感じで今日沖縄から来たんですよ。この大会のために沖縄から来て、はい、内藤さん対真田さんをちょっと、はい、みんなロスインコファンなので、ロー、ユベラーレス、デーハーボー。そしていよいよ決戦の舞台、日本武道館へ。誰を応援してるとか特にあるんですか？田中さんです。見た目通りですね。もうまだ全然優勝決定戦行ける可能性が、はい、もう本当に本気で応援しないと。 My impression of watching every G1 show、 すごいすごいすごい、 Too much excitement、 Too much cheering、 Now my voice almost gone。 インタビュー中、阿部リングアナの息子かけるくんに遭遇。武道館の姿見てもらえるね。武道館でやれることないですからね。どうですか、意気込みを。こっちも楽しみで、楽しみます、武道館。ありがとうございます。ありがとうございます。武道館ですよ。怪我で苦しんで、年に何回も欠場して、そんな体でも一生懸命動こうとしてくれて、だから一回この体を受け入れて、できる技で、できる戦略で、今の棚橋博で戦えばいいんだと。
ありがとうございました。まだ僕の G1 は終わってないんで、明日俺が優勝して優勝します。優勝するのはイブさんです。イブさん、はい、今日の試合どうでした？もうすごい良かったです。泣きそうでした。二人のやっぱり絆であんだけの試合できるんだなと思って感動しました。間違いなくイブシです。イブシ、イブシ、間違いない、イブシです。イブシ、なんで今日の勢いから行くと、間違いない、間違いない。はい、僕はずっと田中さんのことを神って呼んできたんですけど、まあ、明日こそ本当に、まあ、神を超える時なのかなと思います。そして夏の終わりが訪れた。エース愛と書いて英才教育で。うまい。行ってきまーす。僕の目標は最初から言ってたように勝つこと、勝つことだったんで、勝ち抜けるだけで優勝。たくさんのファンの方が来てくれてすごく嬉しいけど、ちょっと棚橋ご苦労さんっていう空気やめてくれるかな。俺の夢はまだ続いてるから。15分にわたる激闘、この夏生き残ったのは棚橋博史。
イブシ惜しかった、悔しかった。ワールドが、ずっと毎日見てたんでね、寂しいです。時間終わって、時間終わって寂しいです。田中宏最高で元気もらいました。もうめちゃくちゃ暑い夏でした。田中さん買ってくれたので今までで一番最高の夏でした。